生ける神はしばしば金属や石など生命のない物体である他の神々と対称されている。エレミア十章十節は、自然を支配する誠の神、生ける神に言及するが、一方、天と地を作らなかった神々は、地からもこの雨の下からも滅びる。括弧11節。第一テサロニケ一章九節は、テサロニケ人が離れた偶像と生ける誠の神とを同様に対比している。次にですね、偶像とのコントラストを見てまいりましょう。この神の特徴は、しばしば神と他の偶像との間で描かれているコントラストにおいて、まあ、顕著になっています。神は金属とか石の命のない物体とコントラストしてですね、生ける神として描かれています。エレミア十章十節は、神を自然を支配する本当の神、生ける神として、他方で天と地を作らなかった神々が地からもこれらの天の下からも滅びると言及しています。新約の第一テサロニケ一章九節では、テサロニケ人が背を向けた偶像とですね、生ける誠の神との同様のコントラストをこの描いています。